許可するわ。条件は相手を殺さないこと、顔に傷をつけないこと。何ですかこれ。相変わらず揉め事好きね。ちょっと思考が昔と違うみたいだけど。それでは始め。あれはすごいでしょ。アルペジオは鉱物を触媒とすることで氷をはしょって原理に干渉するの。よくわからないですけど、これが姉妹喧嘩のレベルじゃないってのだけはわかります。まあ同士の喧嘩はこんなものよ。あらちょっと危ないかしら。あやばっ。あの二人を追ってるのは何です。防御魔法よ。林道派の魔導士はみんな一番最初に守りを仕込まれるの。だからどちらが先に相手の防御を打ち破るかが勝負なの。そりゃそうかもしれないけど。いいから黙って見てなさい。これは引き分けかしら。